おはこんばろちゃお。皆さん知ってるでしょうか。このイベントが龍馬人最終イベントだということを。なので、龍馬人ダブルゼータ以上のキャラで、ランキングを作ってきました。ランキングを見る前に、二つの点について理解してほしいです。ランキングは、個人の意見で作成していること。今後の環境によっては、順位変動があること。この二つを理解した上で、ご覧ください。では行こう。月樹百鬼姫シャドウ。必殺技は悪くないが、スキルが弱すぎる。個人的に最弱。月犬神、シャドウ、こいつも必殺技スキルともに微妙。さっきの月樹百鬼姫、シャドウと良い勝負している。樹脂作ちゃん、今イベントのダブルゼータキャラ、必殺技とスキルにはマシだが、スキル1が弱すぎる、残念なキャラ。組姫シュ、必殺技の連発性能の高さは魅力的。スキル2のサイズアップも魅力的。だがスキル1がゴミ、スコアタならちょっとは使えるかも。解消スザク、組姫シュと同じ性能。戦闘時画商、樹脂作ちゃんのスキル1が違うバージョン、編集中に気づいたが、順位はもう少し下な気がする、ビジュは良い。夏読み、組姫シュッと解消スジャクと、性能は似ているが、こっちの方がほんの少し強い。長寿オロチ、上位互換のキャラが多いが、まあスコアタなら使える。樹脂なんだ金竜、今イベントのダブルゼータキャラ、スペック自体は高いが、あんまり使わない気がする。ムラリロン画商、技ゲージ残しが優秀、スコアタなら使える。組姫、必殺技は強いスキルは弱い、上位互換キャラはいるが、まあ使える。秋のテラス、スキル2が優秀、意外と使えるかもしれない。ググツ組姫、フィーバー加速は強いが、プリティダブルゼータにはもっと強いフィーバー加速キャラが多いので、影が薄い。ジャジュダンドリー、デカプニを作らないタイプの攻撃力アップ。スキル自体は微妙だが、バフスルーでの活躍が期待できる。ググツ秋のテラス、必殺技とスキルの相性が良く。アルルの相方として使える。教授大ガマ、今イベントの追加トリプルゼータキャラ、必殺技とスキルの相性は良いが、スキルが弱すぎる。樹脂ミーテツ、スキル1のデカプニ消し、回復が優秀、分身ループなどの特殊ループの、回復薬として役立つ。証言部、ニョロロンの復活枠、ニョロロンの復活には特別強いキャラがいないので、このキャラでの代用が可能。とある社員、プリティの復活枠、プリティには強強の復活枠がいるが、ゲートなどのイベントで活躍が期待できる。ソラスケ、不気味の復活枠、復活スキル持ちの時点で評価は高い。土蜘蛛、個人的にさっきのソラスケよりも強い、だが今イベントでトリプルゼータの復活枠が出てきたので、出番は少なそう。鉄百鬼姫、プリティの復活とフィーバー加速を持ってる、スペックの高いキャラ、だがプリティには強強復活がいるので、出番は少なそう。種族が勇ましとかだったら、分けていたかも。なんだ金竜、必殺技スキルともに微妙、火力面は優秀。グズツ剣王、スキル自体は悪くないが、必殺技が微妙、連発性能が高いので使える。ゾウロチ、ネロチの介護官だが、即打ちキャラの時点で評価は高い。少女スザク、フィーバー加速復活スキル持ち、スペックが高く、アルルの相方として大活躍してくれる。ニーテツ、トリプルゼータ発の出にくいスキル持ちキャラ、分身ループなどの特殊ループで活躍できる。サッチャン、不気味最強のスパフ、スキル1は優秀だが、スキル2がないのが残念、スキル2の性能によっては大きく順位が変わる。超術器具も、今イベントのトリプルゼータは、必殺技が全体攻撃で場合によっては化けそう、必殺技とスキルの相性的にアルルの相方としても役立つ。龍馬超人剣王、プニプニ史上3体目のUGランク、必殺技とスキルともに強いが、あまりインパクトはない、勇ましのベスパには入りそう。バミーイート、不思議のスパフィは、スキルも強く、使いやすいキャラだと思う。夏目、プリティ最強の大量消し、サイズアップによる連発性能の高さ、技ゲージ残しも優秀、使いやすく強い。剣王、天魔の即打ちキャラ、周回で大活躍している、スキルに張ってもなくてもあんまり変わらない、無難に強い。グズツ夏読み、ポカポカの即打ち大量消し、ポカポカは即打ち、キャラが少ないので重宝される、スキル2があればなお強い。完全体シオン、今イベントのゴルフ報酬キャラ、将棋カチカチと必殺技スキルともに一緒で、スコアタや周回や強敵攻略で大活躍する、万能ダブルゼータキャラ、結婚イベントゲットしておきたい。不動馬、天馬の即打ちキャラ、必殺技の演出が短く、周回イベントで重宝される。グブツ分身、高血の種族効果アップキャラ、種族効果アップの時点でめっちゃ強だが、スキル1が微妙。織姫夏読み、ポカポカ種族効果アップのニャンボキャラ、連発性能の高い必殺技を持っていて強い、だが、グズツ軍神同様スキル1が微妙。キラキャラ、ダブルゼータ不思議の種族効果アップキャラ、ダブルゼータだがスキル1、2ともに優秀、必殺技優秀、強すぎる。
鎧武神不動魔、閻魔種族効果アップのニャンゴキャラ、種族効果アップの時点でめっちゃ強だが、溜まった状態スキルも持っており、周回でも役立つ。強すぎる。闇剣王、勇ましの種族効果アップキャラ、スキル1に溜まった状態スキルも持っており、周回でも使える。強すぎる。軍神、スキル1とスキル2の相性がとんでもなくよく、トリプルゼータでこのスキルの組み合わせのキャラは軍神だけ。軍神ループという無限の可能性のあるループの必須キャラ、強すぎる。いかがだったでしょうか。今回はダブルゼータ以上の4魔神キャラ計43体のガチランキングでした。すごく編集に時間がかかったので、よかったらチャンネル登録高評価だけでもお願いします。今回はこの辺でお疲れ様でした。みんなも了解ゲットじゃぞー。